産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。こんにちは、塩崎葵です。木村雅子です。今月の食材はほうれん草です。ほうれん草はカロテンとミネラルがとても多く含まれております。栄養満点ですし、どんな料理にでも合わせやすいですね。旬の冬に食べると栄養素と甘みがとても増します。2月の食材は藤沢さんのほうれん草を使います。今回はほうれん草たっぷりのサラダを作ります。材料4人分はご覧の通りとなります。今回は元気もりもりポパイサラダを作ります。アメリカンコミックで有名なポパイはほうれん草を食べると力持ちになります。皆さんもたくさん食べて元気になりましょう。はい、この寒い冬をポパイサラダで乗り切っていきたいですね。はい、まずほうれん草なんですが十字に入れます。はい、根元を十字に切り込み入れていくんですね。はい、はい、そしたらたっぷりのお水で土をよく落としていきます。はい、それでは塩茹でしていきます。はい、お鍋に塩を入れます。ほうれん草は根っこから入れます。はい、この茹で時間はもう本当にあっという間な感じですかね。はい、鮮やかな色になるまで待ちます。茹で上がったら水で冷やし水分を絞ります。今回はサラダですから時間をかけずに簡単に作れますね。はい、茹で上がったほうれん草をまず根っこを切り 3-4cm に切っていきます。人参は皮を剥かず薄切りにして茹で上げます。もやしも一緒に茹で上げ、茹で上がった人参は千切りにします。先ほど茹でたほうれん草、人参、もやしをすべて混ぜ合わせていきます。はい、まずマヨネーズを入れていきます。はい、これお野菜はしっかりと水気を切らないとちょっとべちゃべちゃ水っぽくなっちゃいますかね。はい、次に塩を入れていきます。はい、そして続いて、はい、白ごまです。はい、入れます。最後に刻み海苔を加え混ぜ合わせれば完成です。これで元気もりもりポパイサラダの完成です。手軽に簡単に作れるのでぜひ作ってみてください。夕飯にもう一品欲しいなと思う時にもとってもいいですし、お弁当にも最適ですね。はい、あっという間に出来上がるほうれん草のサラダ、お試しください。